ボートレース下関の SG チャレンジカップ第10レース予選競争本番も6号艇菊池耕平動きを見せます。菊池耕平6号艇の場合は動くケースが多いんですが、本番も動いて2コースまで入ってきます。さあ2号艇田村、3号艇辻、4号艇湯川入れてという形になります。1コースは1号艇松井茂。この後は男女それぞれドリーム戦控えておりますが、その戦いを前に軍資金アップを目指す多くのファンがまずは松井の頭で固いだろうと、そんな断然の注目を集めています。1コース期待に応えたいところ、2コースに入ってきた6号艇菊池耕平、3コースに2号艇田村貴信、4コース3号艇辻栄造、5コース4号艇湯川浩二と、この3人は深い起こしよりかはある程度中段のスローに構えます。短期がましは大外6コース5号艇中田龍太。松井断然人気の陰線、モーター協力という中で深いインをきっちり克服しての勝利、ファンの注目集まっております。第10レース予選競争、さあ2対3対1とも言えるような分かれ方をして、第10レース予選競争進入インコースから1番6番2番3番4番5番でスタートしてきました。大外短期がましの5号艇中田が出てはいきますが、1号艇松井もさあ先に回るタイプ、5号艇の中田とちょっとここはもつれ合って大アクシデントとなるか。スタートは前提正常でしたが少し後続もつれ合ってアクシデントです。中田が妨害失格です。5号艇の中田が妨害失格、そして3号艇辻が転覆失格です。5号艇の中田が妨害失格、3号艇の辻が転覆失格、4艇による競争という形でなっております。2周1マーク、1号艇松井がトップ、2番艇2号艇田村、3番艇4号艇湯川、大きく離れて最後方に6号艇の菊池となっております。5号艇中田龍太は妨害のため失格、そして3号艇辻栄造が転覆のため失格となっています。2周2マーク、1号艇松井茂がトップ、2番手は2号艇田村貴信、3番手4号艇湯川浩二の1、2、4でレースは最終周回です。1周1マークの手前でアクシデントがありまして、5号艇中田龍太が妨害失格、3号艇辻栄造は転覆失格、4艇による競争アクシデントレースとなって最終1マーク、1号艇松井茂トップです。2番手2号艇田村貴信、3番手が4号艇湯川浩二の1、2、4で最後の向こう上面、2連単1、2は 5.1 倍、3連単1、2、4 17.5 倍を示しております。5号艇中田龍太が妨害失格、3号艇辻栄造は転覆失格となっています。1番2番4番で最終ターンマーク、1号艇松井トップ、2番手2号艇田村、3番手4号艇湯川、第10レース1着1番松井ゴールイン、2着は2番の田村ゴールイン、3着4番湯川ゴールイン、そしてラスト6番は菊池がゴールイン、5番中田は妨害失格、3番辻は転覆失格となっています。